これは鎌倉時代の見ての通りの、仏像なんですけど、仏像ですか、はい、仏像なんですが、これはあのウッドでできてるんですね。木なんですよ、これ一枚の木で、木彫りなんですよ。だからもうパッと倒れたらもう大変なことだって、指一本折れたらもうそれだけで価値がなくなる、価値がなくなるというか、っていうのはこれ複製してる人がもういないですね、あまり日本の中でこういうものを。だからこれをあの指を一本つけるのに、あの九州まで送ったんですよ。もうこういうのを直せる人っていうのは人間国宝級ですよね。でそれで一枚の板で、昔はですねこれ金ゴールドだったんですよ全部。で時間が経ってこういうふうに色がこう焦っちゃってなんですけど、剥げてきたってことですか。剥げてきてゴールドが、でもオリジナルはゴールドだったんですよ。ああなるほど。あの頭のところがちょっとなんか光ってませんか、それは名乗りとか。これ赤いのですか、それは何ですかね、名残ですかね、まあ、ですけどこれはあの、まあ、ここにね入り口でこうお迎えするっていう感じで、この場所がいいらしいですね。で恵子さんのこれはご趣味で選ばれたんですか。いや私の趣味じゃなくて、たまたまこれをなんかこう、ま、周りに回ってきて来たものなんですよ。これはあの、カナダにあったものなんですね。岡村鑑定団でしたっけ、そういう番組に出したらどうかと言われて、番組にその出そうとしたら、そしたらそのこうなんていうんですかね、怒られちゃって、お寺の方が、はいはい、こんなもの出しちゃいけない、そうで絶対そんなものをね、値段をね無理するのとんでもないと、あなたそんなことしたらね、もうそういう価値っていうのはそのお金では買えないんだって言うんですよね、こういうもの。まあそのお坊さんのお話ですと、で怒られた思い出があるんで、見つけて直して怒られたという、これがまあ恵子さんの思い出の品。そうですね、はい、はい、じゃあ第4位をご紹介いただけますか。はい、じゃあ次を行きましょう。第4位はこのピアノの上に置いてある、まあね、これはですね、まああのワイングラスたくさんの、まあ、たくさんお持ちですよね、まああのまあね、典型的なものはバカラだとかサンルイとか、はいはい、いろいろありますけど、これちょっとあのシェイプがねとてもこう、エレガントっていうか女性らしいというかボディシェイプみたいな感じで、まろやかな、これはあのローゼンタルっていうドイツの、メーカーだと思うんですよ、でこのシェイプがとてもこう素敵なのと、すっごく薄いんですねこれ。それなんかこう口笛でこう飲んだらバリッと歯が割れそうですね、本当にそのぐらいねセンシティブでこう、なんていうの、繊細さっていうのが、これなんか羨ましいですけど、こういう繊細さ。キャロさん、それお使いになった後はどうやって。そうなんですよ、これ洗う時にね本当にヒヤヒヤしながら洗わなきゃいけないという、その繊細のね割れそうなところがまた、はい、このグラスの魅力だと思いますね、はいはい、じゃ あ, まあこれが4位ということですね。そうですね、でこれをね、あそう思い出ですからね、これを持ってくるときにすっごい大変な思いしたんです。これセットなんで、これあの12個ぐらいあるんですけども、これをもう運んでくるときには大変だったですね、それともちろんその中には割れたのがあったと思いました。ああそうですか、はい、もう持ってくる家にたどり着けなかったってことですね。そうですね、もう大変な思いしてたどり着いたということで思い出の品の一つです、はい、で、はい、第3位なんですけど、その弾いてらっしゃるじゃ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 ーんとこのですね絨毯、この絨毯はペルシャ絨毯ですか、まあこれはそうですね、これはねなんとトルコで買ったの。あ、トルコで。そうです。お求めになって。そうです。でその時はグランバザーとかそういうところですか。いや、ベニハナのですね、あのオープニングで、でその時にあのトルコに行ったんですけど、そこで私がトルコでなんかあの買いたい、なんか一つ思い出のものを買って帰ろうっていうことになって、私が絨毯を買いたいって言ったんですよ。そしたら、そんな絨毯なんてもういっぱいあるからいらないって言ったんですね。ロッキーさんが言われた。そう、もう絨毯なんていらないって言うんですよ。でも私は絨毯で、ここはだって絨毯が有名なんだから絨毯をどうしても買いたいって言って大喧嘩になって、ひょっとしたらもう一番初めに大喧嘩した時の思い出の
思い出の品物。でもここにあるってことはロッキーさんが折れたってことですかね。そうですね、結局結局ロッキーさんが折れて、まあ、お求めになって、じゃあ、そうです、それ、そうなんですよ。でその時に、はい、あのこの絨毯でもちろんこの大喧嘩になって、もう私はホテルをプイッと出たんですよ。でもう飛行機に乗って帰ろうかと思って出たんですけど、はい、荷物もホテルに置きっぱなしだし、チケットもないしと、いうことで街をブラブラ歩いてって、それで、であの街に出たら、そこであのブティックに入って、でそこで買ったのがこのコートなんですよ、はい、このコート。ここのメーカーはなんかあのターキーでもとても有名なメーカーらしいんですよ、今でもトルコでも。ここバコっていうんですけどね、でここのこれなんですけど、これを入って、帰った時にはこのコートを着てこういうこれ買っちゃったとか言って買ったのがこれですよね。なるほど、これが第2位の思い出のコート、はい、思い出の絨毯と思い出のコート、はい、思い出のコートですね。でそれで戻って未だにまだ着れるって これでもニューヨークの冬にはぴったりですよね。ぴったりですね、ぴったりです。すごく寒いのでニューヨークも、はいはいはい、でこれがこの大喧嘩した後に買ったコートということで思い出ですね。もちろんあの高価なものも求めですけど、高価なものばっかりでもないってことですよね、思い出の品が、うん、思い出っていうのは高価なものとは関係ないですね。うん、いやあの思い出っていうのは本当そのものを見て、あの自分のこう、ね、過ぎ去った日を思い出すっていうことで思い出になるので、別にそれが高いものとか安いものとかっていうのはもう全然関係ないと思いますね。でどちらかっていうと大切なものっていうのと思い出のものっていうのは別ですよね。また違うんですか。違います。大切っていうのは例えば地震が来たって言った時に、まず初めに持っていくのは何かと、大切だと思ってバッと持っていくものって、それがやっぱり大切じゃないですかね。大切なものそうですね。それは潜在意識の中にあって、でいざとなった時にそれが分かるっていうか、でそれはやっぱりものじゃなかったりしますよね。まあ、大切なものっていうのは目に見えないものってよく言いますよね。例えば友情とか、それからまあ夫婦間の愛情とか、やっぱり人に関係あるんじゃないですかね。それがやっぱり大切なものはやっぱりそこに行って、まあはい、やっぱり物にはいかないような気がします、私も。なるほど、はい、じゃあこれで、まあ、思い出のある品を10からずっと見てきましたけど、はい、まあ、これが2位ということで、はい、で1位はじゃあ何かと、大切で、大切な、一番大切なものですね。火事になったと言って持っていくものは、ええ、こういう感じで逃げますか。さっさっさ。はい、大切がお食事が終わってきました。あら、なんかもうゲップしてますよ。いやだね。君は人間ですか。眩しいんじゃないか、うん、あのね、今回もお話しましたけど、その自分の思い出のものってみんなそれぞれお持ちだと思うんですけど、あのそれを見た時にやっぱりその時の場面とか、その時にあったこととか、それがもう繊細にやっぱり頭の中にこうバーッとこう蘇ってくるみたいな、そういうものはやはり思い出っていうものではないかと思うんですね。そうですね。で大切だっていうものは逆に言うとあまり目に見えないものであったり、やっぱりあの物ではなくてやっぱり人だとか、はい、そういうところに最終的には行き着くんじゃないかなっていうふうに思いますよ。ありがとうございます。